岡県警の白バイ隊員の運転技術を向上させ、事故の根絶につなげようと、競技大会が今日飯塚市で開かれました。福岡県警白バイ安全運転競技大会には、県内の33警察署と交通機動隊などから、乗務歴別など4つの部門に、合わせて55人の白バイ隊員が参加しました。狭い道での旋回、低速でバランスをいかに取るかなど、日頃の訓練の積み重ねで得た安全と技術を両立させて競技に挑んでいました。かっこよかった。かっこよかった。将来は何？白バイ隊員。あ、白バイ隊員。今日は4年ぶりに一般公開され、白バイやパトカーへの試乗体験や、子どもが免許証を作れるコーナーなどでも、大人から子どもまでたくさんの人が楽しんでいました。